ついてる一番ついてるともみんついてるともみんついてるよついてる一番ついてるともみんついてるともみんついてるよすごいですね。ニューバージョン降りてきましたね。何ですかこれは。あれですね、カステラさんですねあそこの包丁の前に取ると甘い香りしていいんですよね。いいじゃないですか。もう、すいません。カステラがすごくいっぱいしますよ、これで。カステラ王子になりますよ。なんだそれ、みたいな。いや、皆さんね、これもうクリスマス近いじゃないですか。ねえ、だから、ちょっと愛の話をいっぱいしていこうかと思ってね。あの、恋愛の方の愛の話をしていこうかと思いましてね。どうしてますか皆さん、愛の伝え方って。やっぱり口で言ってますか、それとも何か態度でですかね。僕はそうですね、昔は口では言わないタイプの人でしたね、なんで言わなくたって分かってんじゃんそんなのっていうタイプでしたね僕は。でもね、言わないと分からないんだってことがさ、いっぱい起きて分からされて、あーと思って言わなきゃなと思って、でもまあちょっと違うけど、恋愛の方ではないけど、子供たちに対してはみんなにね、今の旦那と愛してるよって言ってるからね、まあ、離婚してガタガタしたりとかいろいろありましたがねそんなのはいいんですよだからそうそう、恋愛に対しての愛の伝え方ってどうしてんのかなと思ってね。やっぱりそうすんで出てくる言葉って、俺の中に出てくる言葉ってさ、そう、まあ言葉で言うんだったら愛してますって言葉でしょ、言った方がいいのかなって思う。あとはね、態度だったら、僕がやってる方法というか、僕がやってることは方法ではないな、もうそうしてあげたいというか、そう思うからやってる方法があって、それはあれですよ、相手の話をよく聞く、本当にこれに尽きます。はい、そうじゃないと、その人がその話を聞いてほしいのか、まあ、さっきの話とちょっとねつながっていっちゃうんですけど、まあ、聞いてほしいのか、それともね、それの答えを求めているのかとかっていうところも分かってくるじゃない。で、分からないことは逆にこっちから質問できるじゃない。だからさ、それでこう聞いてあげると、まず相手の人は喜んでくれますよ絶対。だってさ、自分が話してるのをさ全部聞いてくれたら嬉しいでしょ。だからそう思うから俺はそうしてるの。自分がね、嬉しいことを相手の人にもしてあげたら嬉しいのかなと。そういう勉強ですかね、私の場合は。勉強じゃないな、なんかそうしたくなるんだよね。逆だって俺に話してくれてるんだよ、さ聞こうって思うじゃん。まあ面倒くさいって思っちゃう人もいるのかもしれませんが、まあぶっちゃけた話、過去の私ではそういう面もありましたねまあでもね、過去は過去で、でもそういう過去があるから、あそこでああいう風にいっぱいこう経験したのがあるから今がね、あるわけで、で今は過去があれだけそういうグダグダでも今はこんなに楽しいんだから、今こんなに楽しいんだから未来はもっと楽しくなるっていう、すごい愛の話からすごいところまで行ったね俺今そうだからさ、皆さんってどうやって恋愛、もう恋愛を何て言ったら愛を伝えているのかなと思いましてね。あとなんかほらプレゼント送ったりとかさ、あるじゃないそういうのも。人それぞれなのかなと思ってね、なんかいいのかなと思って、そんな話もしたくなったなと思って、そんな感じでございましたよ。はい、じゃあエンディングいきましょうかね。なんかまとまったんだかまとまってないんだかまたなんか変なじゃないけど、これでまた質問がある方は質問ください。ちょっと僕もね、今どう答えていいんだか分かってないような感じだったんで答えていいようなっていうか、どう喋ろうかなって、なんかよく分かってないような感じで喋っちゃったから、今こうなっちゃいましたが、でも
愛してますっていう言葉は絶対に使った方がいいと思います。はい、ついてるともみでございました。エンディングいきますよ。ついてるね、ついてるともみ、ついてるともみ、へへほ、いいことあるぞ。あ、ついてるともみ、この動画を見てくださいました皆様に全てのことが雪崩のごとく起きますよ。はい、動画じゃないですよ、チャンネル登録、ね、お済みでない方、またの方いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。ついてるともみでございました。じゃあね、バイバイキン、ウィンウィン。